今回は暁のコナンがオビトを倒すために用意した6000億枚の起爆札をどこで手に入れたのかについて読者の反応集をご紹介します。それでは本編どうぞ。暁の財布である格図がいくら稼いできても6000億枚買うのは絶対無理やろ。あれやろ、まとめ買いしたら安くなるみたいなシステムがあるんやろ。業者価格やろ、まとめ買いなら多少は交渉も乗ってくれるやろし、一般人の1枚の市場価格の半額ぐらいで買えたんちゃうか。6000万枚ならこれでなんとかいけるけど6000億やぞ。10枚まとめ買いしたら1枚無料。6000億枚なんて絶対間違いやん。編集が止めるとこやろ、なんでそのまま載せた。1枚1枚丁寧に書いた。資材入札会で一番安いとこに作らせたんやぞ。霧隠れとか暁が支配してたんやし、国家予算の数割横領したら数千億から数兆ぐらいの資金は流せるやろ。数百万程度の資金繰りして生きてた格図はかわいそうやけど。職人へ一日あたり16億枚の起爆札を。さすがに何社かに分けて発注しとるやろ。4社ならたったの4億枚や。4社に振るまでに電丸的な会社が金中抜きしてそう。さすがに年単位で準備しとるから。こんなん注文されたらこいつ里何個か潰す気満々やんってなって噂になるだろ。口寄せやぞ。2代目様の術パクっただけや。卑劣、わざわざそんなに用意しなくても札が札を口寄せすればいいよね。口寄せされる札も多分どっかに保管されとるやつやぞ。五条起爆札はそういう術式を組み込んであるから、生産をどっかに委託しておけば金払わずにいつでも口寄せできるぞ。まあバレたら業者が作るのやめるけど。分身すれば一人当たり1枚で作れるやん。6000億人も分身できるか。起爆札メーカーの倉庫を襲って奪った説。白舌がどうにかしてくれたんやろ。コピー機いっぱいあるんやろ。印刷機がある世界だから、あとは起爆塗料用意するだけ。6000億枚ってコピー用紙積んだらどんぐらいになるんやろ。あの世界ならプリンターくらいあるやろ。1枚コピーして2枚2枚コピーして4枚4枚コピーして8枚の感覚じゃね。札が札をコピーする売買ゲームなら1枚から6000億枚に達するのに40回くらいでいけるはず。術で簡単に作れるんやろ。手裏剣影分身的なノリで起爆札分身させたんやろ。自分が神なんだから起爆札くらい作れるやろ。パートのおばちゃん雇えるやろ。五条起爆札みたいなもんやろと思ったけど、あれも無から有を作り出してるんじゃなくて口寄せだから、どっか別の場所から飛ばしてるんだよな。里にある店にマーキングして金払わず直接口寄せとかできんのかな。てんてんが暇そうにしてるのに生活できてるのは、つまりそういうことや。死の商人なんやね。分身してデリヘル営業で金貯めたんやろうね。若く見えるけど5代目水影より年上だからな。え、は？小娘ちゃうんか？人口そんなに多くないよな。1万人で作っても1人600万やん。無理だわ。コナン、まあちょっとくらい散財してもバレへんかかわよ。せめて100万枚とかだよな。コナン、頑張って自分で風丸で働いた。1枚1枚が絶なんやで。6000枚でもどうやって用意したのか気になる枚数。500枚10円とかそんくらい安いんやろ。金が工面できたとしても流通してるか怪しい量やろ。爆弾6000億個持ってきたところで効果あるの数千個とかじゃないの。数千個あれば十分ちゃう。橋で爆発してる起爆札無意味やん。世界中の起爆札はコナンが作って販売しとるだけやろ。あれはただの在庫や。絶対途中から数えてないから適当にでかい数字言っただけだろ。ドラマルモンの道具の売買に使ったんやろ。こいつのせいで2代目のヤバさが際立つ。ひ、札で札を呼べばええやん。3代目出るか2代目様考案のお得意の卑劣な術が。日本に流通してる紙幣の60倍もある模様。現在日本流通してるお札は、173.1億枚。これを横に並べると地球67周分になる。こっちの情報の方が大事だろ。6000億枚どう並べたんや。6000億枚は数え間違いやろ。はったりやぞ。実際は6億枚程度。それでも多いわわら。
スペインがこの葉の里を襲った時に6000億枚の起爆札をたくさん使えばコッパみじんだったな。目的はナルトの居場所を聞き出すことで村の破壊じゃないから。ホームセンター歩き回って買ってたと思うとかわいい。コナンこの店の起爆札全部ください。店員配慮254枚で25400円ね。コナン圧領収書お願いします。株赤月で。別に一人で作ったわけちゃうやろ。お金払って頼んだだけや。ドミノみたいに間違って一つ貼っちゃったら全部パーになるんかな。最近の読者ネタをガチに捉えてて、めんどくさすぎて漫画家大変やな。細かい気にしないわい。でも6000億枚は気違いやろってなったわ。コナンすんません、あれ嘘言いました。言うたほど枚数ありまへん。ちょっとくらい盛るだろ。ああいう場面になったら各図が管理していた暁のお金使い込んだ節月を人と戦った時暁ほぼ壊滅してたからお金消費しきったのかもしれんわな。そら全財産の5分の3はつぎ込んでるよ。卑劣とコナンってプログラミング知ってるやつと知らないやつの違いみたいだよな。無限ループさせてお手軽にした卑劣手作業で一つずつ書きまくったコナン。6000億枚ってコピー用紙積んだらどんぐらいになるんやろ。なると6000億枚ブリーチ1500万ドワンピはなんかあるのかな。コナンって神の能力持ってたから専用の術でもあるんちゃうの。起爆札の威力がわからんのよな。ラスボス相手にも効くほどの威力なんかあれ。神のないところでこれだけの神トンを。やぞ。IQ200 以上しかマルセンの術をコピー化かし起爆札6000億枚コナン。全員ヤバすぎるわら。そもそも起爆札ってなんやねん。チャクラなくても発動できそうやけど、どのタイミングで爆破するんやあれ。貼ってしばらく経つと爆破？就任試験で一定時間経つと爆発するってリーが言ってたな。そもそも起爆札って店売りなんか？そうやろ、点々の店とか売ってそうやん。二代目のお得意の術起爆札が起爆札を口寄せするやつをずっと放置してただけやろ。五条起爆札だって札を増やすわけじゃなくて別の場所にある在庫を口寄せするだけやから、ナムから言うは作れんのよ。卑劣様の技かっこいいの多すぎ。起爆札って一般人でも使えて殺傷能力高いから割と需要ありそうだから、起爆札作ってる会社は何十社かあってもおかしくない。マジレスすると、いつかの時のために生まれてからずっと1日6000枚の起爆札を毎日作り続けたんやぞ。微妙に起爆札以外のものも混ぜて水増ししてる模様。ちょっとただの紙で盛りまくっただけで実際は6万枚くらいだろ。ほぼいらんやろ、やっぱり水増ししてね。ほぼって逃さないためのトラップ的なものが100万枚に1枚混ぜてあるとかそんな感じちゃうん。書き損じとかあるんやろなん。パチモン捕まされて爆だったり爆が混ざっとる。コナンって実は人気キャラやぞ。コナン単価はええ。暁のマントの下は下着とかいうえ女。ロリ時代も可愛い。少女時代はガチ美人やろ。その後、謎すぎる6000億枚の起爆札を所持。起爆札ってどうやって作られとるん？札に爆と書けばもう爆発する札や。6000億って言ってビビらせてるだけやろ。6000億とかめっちゃうるさそう。6000億枚って地球の表面が紙で埋め尽くされそう。コナンの年齢35歳生まれてから死ぬまでの日数12775日。6000億枚の起爆札生まれてから死ぬまで1日あたり46966枚作れば余裕やったわ。6000億なんてどうやって数えたん？まず1000枚だけ数えるんや。次にその1000枚で束にして、他のやつも大体同じくらいの高さができるように束にするんや。全部終わるまで続けて、最後に何束できたか数えてかける1000するんや。多少誤差出てくるけど、そこそこ近い数字にはなるやろ。それじゃあ6億束やんけ。例えば日常でよく見るボールペンすら日本の年間生産量は20億本程度らしい。6000億ってもうそこら中に起爆札工場があって毎日毎日起爆札生産してそれを買い占めて何年も貯めてやっと用意できるレベルやろ。起爆札ってエネルギー密度高すぎるわ。エネルギー問題解決するわ。
そもそも6000億枚ってのがピンとこない東京ドーム何個分や。秘伝忍術にコピー用紙の術があるんやろ。しかもすごいのがこれだけの起爆札を集めるのは相手に気づかれてないところや、しかも流通してる起爆札の量も変わってないっぽいのもやばい。なんで6000億にしたのか気になるわ。頭の中で5分爆発させるのに何枚必要か計算したら6000億になったんかな。まあコナンは起爆札工場で雇用を生み出してるええやつやぞ。起爆札工場で働いてる従業員もコナンに感謝してるはず。皆さんはコナンが言った6000億枚の起爆札はどこから入手したものか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。